1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4。あ、こんにちは。体験入会の方ですか？あ、大歓迎だよ。ダンス講師の福山です。よろしく。今日はどうして社交ダンスの体験をしてみようと思ったんだい？彼氏に振られた。オーマイガー。君を振るなんてなんて男だ。じゃあ僕と一緒に情熱的なダンスを踊って彼を忘れよう。いい返事だ。だけど僕のレッスンはやばいよ。覚悟はいいかい？さあこれから君を最高のダンサーにする激アツレッスンを始めよう。そこまで目標は高くない？やるからにはトップを目指そう。僕と一緒にあの山の頂上に登るんだ。今日はタンゴをやりましょう。ほら、ちゃんと密着して情熱的に僕を見つめて。恥ずかしがっちゃダメだ。そう、いい子だ。僕に身を委ねて、僕に身を委ねて。Mano non questo talento, la mia lingua è brutta, non so la prima cosa di poesia. よく頑張ったね。そんな君へプレゼント。ケンタッキーのチーズプルコギだ。見てごらん。チキンの上にプルコギのビーフが乗っている最高のタンパク源だ。それじゃあ一緒に食べよう。やばすぎる。ダンスの後の食事にぴったりだ。さらに情熱がみなぎってきた。実は初めて君を見た時からこの胸が情熱的なリズムを刻んでやまないんだ。だから僕だけのアモーレになってくれないかな。僕だけのアモーレになってくれないかな。いかがでしたか？今回2人が食べていたのは国内産チキンの一枚肉にとろりチーズのピザトッピングで、昨年ヤバいのが来たと話題になったチッチャの第2弾です。今年はチキンの上に甘辛い牛肉を乗せたプルコギ味、チキンにビーフでさらにヤバい、数量限定なのでお早めに。